やはり神の力かもしれない。確かめる必要があるな。そうか、6年ぶりになるのか。久しぶりだ。行こう、イルファンへ。人は願いを胸に抱き、叶えばと空を見上げる。精霊と人が暮らすこのリーゼマクシアでは、皆がそうして暮らす。人の願いは精霊によって現実のものとなり、精霊の命は人の願いによって守られる。故に精霊の主マクスウェルは全ての存在を守るものとなり得る。世にそれを脅かす悪など存在しない。すれば、それは人の心か。行くぞ。感知したのはこの先。
あの、危害は加えない。静かにしていればな。その先は研究所だよね。君はこの…え？静かにしてほしいと頼んだつもりだったんだけど。ん？静かにするか。まあ、多めに見よう。君はそこで何をしていた？喋っても。僕はその、ただ落とし物を拾おうとして。何するつもり？すぐに警備員が来るよ。なので急いでいる。君は早く帰るといい。不審者として捕まってしまう前にな。ああ、周辺の微生霊たちも気配が。同時に感じたあの異常な力、精霊たちを吸収した源がここにある。なぜ人は世界を破滅に向かわせるような力を求めるのか。陣がなくとも生きていけるというのに。ん？ああ、きっと奴らの仕業だな。私の勘だ。十分だろう。誰でもないマクスウェルの勘だ。ほら、もうおしゃべりはいいだろう。陣を探すぞ。何をしている？大声を出すな。騒ぐなら容赦しない。不審者め、拘束する。静かにしていればいいのに。悪いが行かせてもらう。はっ！警告はしたぞ。うん、はっ！そんな攻撃が効くとでも。それ、物の数ではないな。行くぞ、お前たち。
静かにしていれば危害を加えなかったのね。あれでいく。このまま押し切る。ファイヤーボール。さあ、私の剣に迷いはない。ああ、大掛かりな施設だが、一部屋ずつ探せば必ず見つかる。これほどの施設とは、相当大掛かりな計画を進めているな。見つけたぞ。邪魔をするな。さあ、たあいそれにしてもさっきの少年優しくあしらったつもりだったのだが、私の剣に迷いはない。油断は禁物だと？見つけたぞ！うがて旋風、ウィンドランス！私の剣に迷いは。
ここが